こんばんは。まあ、今日も、普通にやって、まあ、どんな感じでプレイしてるのかっていうのを撮っていくんですけど、今日はディオショーで行きます。で、まあ、ディオショー行ったら多少は出てくるやつ変わってくるかなって思うんで、ディオショーで、まあ、解説しながらいつも通りなんですけど、まあ、できるだけ早くゴールして、はい、ちょっといつものプレイを見せていきたいと思います。じゃあ、行ってきます。はい。じゃあ、パーティープロムナードですね。はい。まあ、これはね、未だにね、なんか変わったこととか出てきてなくて、ずっと同じステージなんですけど、ギミックも全部一緒なんですけど、とりあえず、まっすぐかな。まあ、まっすぐ行って、黄色に入りたいんですよ。で、この黄色の入るときは、ちょっと内側狙う。ちょっと内側狙って、で、そっから外側行くみたいな。あれ避けるためにね。カエルくん避けるために。で、これは外側から内側にこうやって行くんですよ。だからそれ見ながら、うん、はい。で、これ下向きながら丁寧にね。よいしょ。早いね。よいしょ。で、次から行けるかな。ちょっと巻いといて、巻いといた方がいいですよ、これは。巻いといて、今みたいにね、坂道のとこで乗る。で、ここ行く。で、次はね、なんか、ジャンプする大きさとか変わってくるんで、これ届かんって思ったら、ダイブ、ここで。ダイブ入れて、掴む。こんな感じですね。やばい、味方が。頑張れ、味方。前がどっちか分かってない。ああ、なるほどね。そこ難しいよね。そう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 。いやー、大ファンも、まあ、なんかファンの数が増えたりとか、風がついたりとかあるんですけど、まあ、これもお決まりルートみたいな感じで、僕は行きますね、最速ルートは。で、これやったら、まあ、右乗って、普通に。で、その次、左行くかな。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。右行って、ここで左行って、で、これ乗りたいね、乗りたいね。よいしょ。乗ってまっすぐ。決まりルートというか、まあ、流れに乗って、でね、最後重要なんですけど、結構、まあ、ここは左行くんですけど、最後ね、左です、絶対に。で、右行ったら奥のピンクのファン絶対乗らないとダメなんですけど、あれが時計回りになってるんで、絶対左からこれ行った方が早いです。まあ、右から行けるんですけど、左から行った方が早いです。途中もだからそういうファンの回転見たりして、左行くか右行くかみたいなのがあります。フルーツパニックは、はじめハンマーあるかどうか見て、まあ今あったんですけど、ハンマー。だからハンマー使います。このね、右と左にハンマーがあるんですよ。ここね。ちょ、右下に映ってるの。これがあるんで、ハンマーを使っていきます。で、今回ブルーベリーとイチゴやね。よいしょ。これはね、結構上見ながら避けんとあかん。間に入って、こんな感じかな。ちょっと避けて、オッケー。って感じで、ちょっとずつ、ジャンプしながら前行くんですよね、これ。一定間隔で。頑張れ。こうやって普通に走っとったらだいぶ遅いんで、何人かしてる人おるけど、若干ジャンプしながら前に出る。やっぱ端っこがいいです、普通に。この真ん中、丸太振ってくるとこ、全然強くないんで。まあこれもうみんな真ん中走っちゃってるけど、端っこ、右か左の端っこで僕は行きます。頑張れ。いやー、すっごいもう、丸太にも、一号にも、しばかれまくってんねん。まあいけるでしょう、これは。
さあ、頑張ってゴールして。あら。オッケー、でもなんだかんだ、味方をジャンプショーダウンに連れてこれた。で、風付きですね。風付きね。風も絶対ちゃんと見て。で、これ遅いパターンもあるんですけど、多分早いパターンかな、風付きだったら。早いパターンなんで。まあこれ初めからね、やっぱ飛ばされちゃう人飛ばされちゃうんで、風に。もうほんまにちゃんと見て、あ、味方も飛ばされちゃった。まあ、これね、ちょっと味方、ぜひとも抜けずに最後まで行ってほしい。よいしょ、まあ、風だけ注意してでかいマスに結構乗ったらいいかな。大きいマスに、まあ、今これ3枚連なってるんでここで待機。次がどこ落ちるかちょっと、あっちやね。まあいいんじゃないかな、ここで待機しといたら。この3マスのうち1マスは絶対残るんで、ここで待機しといたらいいと思う。そうそう、であっち行ったらね結構賭けになっちゃうんで、これでいいと思います。次がどこ落ちるかで、まあ1マス耐久になるかもしれんし2マス耐久になるかもしれんし、よいしょ、1マスやね。で、まあ、掴んでくるかはちょっとわかんないんですけど、あ、掴んでるかもね、緑の子ね。どっちも緑やけどさ。あらって感じで、まあ、ジャンショーはね、すぐ落ちちゃうからね、みんな。まあ、またあの、ジャンショーもやり方、説明とか僕してるんで、他の動画で。よかったら見てください。今日は、まあ、こんな感じで、ディオ、サクッと終わっちゃったかもね、結構。はい。ありがとうございました。まあ、いろんなコース、いつもよりはいろんなコース出たと思う。ジャンショーとか来ないもんね、その章で。大ファンとかも来ないしね、なかなか。まあ、いい感じにできたと思います。またスクワットとかも行きたいと思ってます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっとおまけみたいな感じになるんですけど、ちょうどゴールデンゴールが来てるんで、サッカーボールやっていこうと思います。で、まあ、ちょっとキーパー誰かにしてほしいんやけど、よいしょ。で、基本的に僕はちょっと前のボールを押しつつ、あ、終わるんちゃう？押し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 。任して。打つ。あ、打つごめん。いや、これサッカーね、みんな触りたがりやけど、横から打つことを意識した方がいいかも。あ、おー。横から打たないようにするのか。味方の位置とかちゃんと見て、味方がまっすぐ打とうとしてったら、オッケー、これいけるんちゃう？ナイス。そう、味方がね、打とうとしとったら譲るとかね、ちゃんとした方がいいと思う。で、最後、ファイナルですね。回転がついてるんで、結構、怖いんですけど、最初とかが。で、左行こうか。ちょっと引きつつの、オッケーオッケー、打つ。で、みんなが前をこうやって詰め取ったら、後ろから、あ、うん。なんかね、言うことないです。お疲れ様でした。